ありがとうございます。それでは発表時間は30分です。それでは井口さんを拍手でお迎えください。はい、Python、PyKit と QGIS で始める公共構図分析発表を始めさせていただきます。はい、まず自己紹介です。井口寛弘と申します。 GIS、エンスジアスと名乗らせていただきまして、 GitHub や Kita で活動しております。ちょっと余談なんですけど、今日は受付したらですね、こういうスピーカーとかのシールを渡されたと思うんですけど、私迷わず服に貼ったんですけど、一人も服に貼ってる人見なかったっていう、そういう人間です。はい、あと、私株式会社ミエルネというところにおりまして、そこのちょっと会社を紹介させてください。ミエルネと呼びまして、ローマ字読みです。で、位置情報に関する、いろんな技術を持っている会社ですということです。位置情報というと、こういう、要は地図ですね、平たく言うと、はい、地図に関する仕事、技術をコアに位置づけていろんな事業をやっておりますと。今日紹介する QGIS だとか、Google マップやマップボックスの代替となりうる、マップタイラーというサービス、また、会社もですね、いろんな、地図情報を一元管理できるミエルネベースという、プロダクトを開発しております。ワードクラウドでいうと、こういった、弊社のですね、ソリューションがなっています。こう一度情報で世界を変えるということをキーワードに活動しております。ぜひ覚えていってください。また、一緒にですね、未来に挑戦する仲間を紹介して、募集しておりますので、続きはウェブでということで検索してみてください。はい、今日の、コンテンツです。参照構成になってまして、 QGIS と Python、PyKit のつながりとの説明、そしてまず GTFS っていうのは何なのかということ、そして最後に今回の、メインである GTFS5 の紹介になります。はい、それでは早速ですけれども、 QGIS と Python、PyKit について、まず第一章ですね、説明させていただきます。まず QGIS なんですけれども、こういったですね、いろんな、画面が出てますけど、要は地図のアプリケーションということで覚えていただいて差し支えないです。QGIS はですね、オープンソースの GIS ソフトウェアです。近年ですね、品質がと機能がですね、すごく、この5年とかなんですけども、一気に10年5年で向上しまして、今まで言って GIS ソフトっていうのはかなり高価なシェアウェアしかなかったんですけども、そこにこの QGIS がですね、ガッと入ってきて飛躍的にシェアを伸ばしているところになります。またこのソフト自体は C++ と Qt で構築されています。またマルチプラットフォームに対応しまして、 Windows、MacOS、Linux で動作するものです。オープンソースなので、GitHub 上で開発しているところも見えますし、どなたでも、コントリビュートすることができます。じゃあ GIS って何なのかって話なんですが、ジオグラフィックインフォメーションシステムの、頭文字を取ったもので、これは日本語では地理情報システムと、呼ばれます。これはですね、さまざまな位置情報データを表示分析するためのソフトウェアの総称です。なので GIS というソフトはなくて、ソフト群のことを言います。で、分かりやすい例は Google Earth とか Maps って、あれはまさに GIS です。要はああいった感じですね、地図にいろんなデータを重ねて分析表示ができるというのを GIS と言います。では、そこに Python と PyKit の話なんですけれども、 QGIS はですね、C プラで書かれているんですけど、プラグイン機構というものを有しておりまして、基本機能に存在しない独自の機能を Python と PyKit で実践することができます。そしてですね、ここがさらにユニークなところなんですけれども、QGIS の公式の QGIS プラグインリポジトリというものがありまして、開発者が開発したプラグインをそこにアップロードしたり、ユーザーがそこから自由にダウンロードすることができるというエコシステムがあります。公式プラグインリポジトリはこんな形になってまして、多いもので数百万ダウンロードされていたり、あとはですね、ちょっとしたレビュー機能だとかがついたり、あとバージョン管理もこれされてします。また、弊社ミエルネでも、プラグインを公開してますし、私も個人で、あれ消えた、こっち見えてる、はい、はい、私個人でもプラグインを公開したりしてます。それぞれ数千から多いやつだと1万ダウンロードとかされてて、結構使われてるんだなっていうことがあったりします。またですね、ここがさらにユニークなところなんですけれども、人気なプラグインは QGIS の基本機能に取り組まれることもあります。これは最近の話なんですけれども、2012年にですね、最初のバージョンが公開されたプロファイルツールっていうプラグインがあるんですけれども、これがですね、最近この間、ついこの間リリースされた2022年リリースの QGIS 3.26 っていうバージョンで基本機能として実装されました。これプロファイルツールは断面図を作る、プラグインになったんですけれども、この画面の右側のようにですね、基本機能で、その2次元のデータの断面図を取ることができるようになったということです。こういった形というのはオープンソースエコシステムの中でもユニークな例かなと思います。
じゃあここからはちょっと技術的な話なんですけれども、プラグインシステムの技術的背景ということで、 QGIS はですね、内部に独自の Python の実行環境を持ちます。例えば Windows の QGIS だと内部に Python 3.9 がそのものが内蔵されています。またその実行環境に PyQ とはもちろんなんですけど、 NumPy とか Pandas とか Matplotlib とか、そういったですね、汎用的なライブラリーが最初からインストールされるので、されているのですぐ使える。逆に言うとですね、そこに追加のライブラリーを入れるとかってなると、またちょっと面倒なことがあるんですけど、まあ、最初からいろんなものが入っているということです。またもう一点としては、C プラで実装されている QGIS の各クラスは Python へバインディングされているので、実情ほぼ全ての API に Python からアクセスすることができます。これ左のこの画像がその例でして、まあ、これだけ見てもって感じなんですけれども、 Python から全て読んでるし、フォルダーとしても Python の、そのものが内蔵されているんだよってことが分かるようになっています。またです、こういうPython 自体の言語の機能、あと QGIS API、QGIS の API の地図機能、あと PyQt による API、これらを組み合わせて独自の地図機能を開発できるというのがプラグインシステムになります。ここまでが第1章です。次が第2章で GTFS とは何でしょうかという話になってきます。はい、GTFS とはですね、ジェネラルトランジットフィードスペシフィケーションというものの略で、公共交通機関の時刻表は路線に関するデータの総称です。規格の名前です。これは Google が策定したもので、ですね、日本ではバス業界を中心に最近ですね、この GTFS の整備が盛んになっております。また、リアルタイムの位置情報を配信する GTFS リアルタイムというものもあるんですけれども、これは本日のテーマではないのでちょっとグレーアウトさせてますけど、これも企画活用が進んでいます。で、GTFS はですね、複数の CSV テキストファイルからなりますと。で、いろんなテーブルがあってですね、こうエージェンシーストップするルーツ、ストップタイム、まあ、たくさんあるんですけれども、それらがこうプレインテキストで、何個もある、それが GTFSと言います。この CSV テキストファイル群のことを GTF と言います。で、この GTFS なんですけれども、各ファイルは CSV なんで機械判読性は非常に高いんですけれども、これ人間が読むようにはできてないです。例えばですね、これストップタイムスっていう、CSV の中身なんですけれども、これ各行がですね、この停留所に何時何分に着くっていうことを示している、1レコードがそういうことを示しているデータなんですけれども、じゃあこれを人間が見て、この行はじゃあ実際これどこのバス停なんだ、その現在位置が経度緯度でいうととかっていうことが果たして読み取れるでしょうかってことと、あとこの各行、赤枠内のこの一連の、停留所をこうつなぐと、1個の経路になるんですけれども、そのことって知ってないと読み取れないっていう、まあ、人間が読むようにできてないということです。で、この GTFS の各表は、ですね、こう RDB、 まさに RDB なんですけども、要は正規化されてるんで、人間には取り扱いが難しいということです。これ左の図は、Wikipedia から引用してきてるんですけれども、これだけたくさんのテーブルがあり、かつこういったリレーションがですね、複雑に組まれているので、これをまず分かってないと必要なデータが取りに行けないと、まあ、そういったことです。なので活用する、これ人間が読めないので、活用するには何かソフトウェアが必要ということです。じゃあ具体的に GTFS がどんなソフトウェアで活用されているのかということなんですが、その最たる例が、Google マップスになります。皆さん意識せずにこう経路を検索するとバスのルートも出てくるわけですけれども、それは裏側では GTFS データが、あるということです。逆にまあ GTFS を整備してこう Google に申請するんです。すると、Google の検索方法に出てくる、そんな流れになっています。じゃあこれ以外に何か活用例があるのかというと、目立ったものがない状態ということですね。まあ、この Google マップに乗ること自体が公共交通事業者にとっては GTFS をセーブするモチベーション、大きなモチベーションであることは間違いません。しかしですね、せっかくこういう公共交通機関の時刻表や走行ルートなどですね、交通に関する面白いデータがオープンで誰でも使えるような形で公開されているのに、 Google マップ以外で使われていないっていうのはもったいないのではないかという課題感がありました。はい、ここからがメインで GTFS Go の紹介になってきます。はい、GTFS Go の活用の幅を広げたいという課題感と、得意分野、私の得意分野である QGIS、Python、PyQ と、これらを元に開発したのが QGIS プラグイン GTFS Go です。はい、まあ、右のスクリーンショットがまあ全てではあるんですけれども、 GTFS を簡単に可視化するプラグインということで、機能が主に2つありまして、
単純にルートと停留所を可視化する機能と、運行頻度を集計する機能、この2つになります。それぞれの機能がですね、難しいことなく数回のクリックで実行できるようなユーザーインターフェースがついていたりします。まずできるコード1ということで今言った、ルートと停留所の可視化です。簡単な UI でですね、さっき言ったような CSV 群をパースして、地図上に可視化することができます。カラフルに、ルートを表現したり、あとは可愛いアイコンでですね、停留所を表示したりができるということです。で、そういうふうにこう汎用的なデータに変換するので、その後ですね、QGIS 上でちょっとしたですね、こう、バスマップみたいなそういったデザインにも使えます。あと、ラベル情報、各地点にここのバス停の名前は何だとか、そういった情報を持っているのでラベルの表示もできます。これ時間あったら後でデモできますので、またできること2つ目ということで運行頻度集計です。これはですね、停留所間の通過回数、すなわち運行頻度を集計して可視化するという機能です。これはですね、言葉で読むより見た方が早いんですけれども、要は緑の線が運行頻度を示してまして、太いほど運行頻度が多いということを示しています。また、各ラインの横に数字が書いてある、この拡大図があると思うんですけれども、その数字がそのじゃあ太いっていうのは定性的な、見た目の話なんで、そこが実際 何回通過してるんだっていうのを数字で見ればいいということです。なので直感的に理解しつつ、厳密に知りたいところは、ちゃんと数字が確認すればいいということです。またできること3ということで、これは機能というよりはこれらの機能を使って何ができるかという話なんですけれども、この処理結果を使えば他のですね、いろいろなデータと組み合わせて可視化分析できるということになります。例えば右のこの図はですね、赤色の四角が見えると思うんですけれども、これは人口メッシュと呼ばれるデータでして、赤が濃いほどそのエリアの人口が多いことを示します。じゃあ例えばこの図とさっきの運行頻度を重ねると見えてくるのが、中央の、カーソルが多分見えると思うんですけど、中央のこの辺りと右下の辺りって人がそこそこいそうなのに、これバスが入って通っているのか、あと、赤いところにバスが通ったとしてもその線が細かったり、人がいないのに太すぎたりしたら、そこは過剰でないかとか不足してないかということが、一目して分かるわけです。こういう問いかけが生まれるということですね。可視化することでそういった問題を発見できて解決策を議論できる、そんな、議論の種を作れるというのが可視化の強みだと思います。はい。じゃあそんな GTS を実際に活用をどんなふうにされているんですかという話なんですけども、これまず1個目は、Google でちょっと GTS Go でググってみたら出てきたやつなんですけれども、山形県さんのデータを活用した分析可視化の方法という資料が出てきまして、こういった資料があるだけでもなんかすごいなと思うんですけれども、その中で GTS Go の利用例が紹介されております。やってることは先ほど今説明したような人工メッシュとの組み合わせの例です。またですね、これは先月の話なんですけれども、活用事例というよりはバズりましたという話なんですが、先月なんかずっとですね、そんなにメジャーじゃない状態だったんですけれども、先月ちょっとフォロワーがかなり多い人がこの GTS Go というのを使ったらなんかすごい集計できるよみたいなことをツイートしたらなんかおバズりしまして、その結果左のようなですね、ちょっと、きれい面白い地図デザインなんかも波及したり、こういった活用事例が出ています。またこの時に起こったことはこうスターがなんかこう垂直に増加したというような、こんなことがあったりします。また GTS Go、オープンソースで開発されています。GTS をパースするモジュールは、ミッドライセンス、それ以外は GPL ライセンスとなっております。ここでなんで GPL かっていうとですね、 QGIS は Qt に依存しているので GPL ライセンスが適用されます。で、 QGIS プラグインは QGIS の API に依存するので GPL が適用されます。ただしこの GTS パースするモジュールは QGIS の API には依存しないので MIT ライセンスを適用しているということになります。また、バグ報告、バグ修正、あとですね、多言語対応とかもあるんですけれども、あらゆるコントリビュートを開源しますので、興味のある方はリポジトリを見てみてください。はい。ここからが、ちょっとテクニカルな話なんですけれども、じゃあどうやって作っていくかという話なんですけれども、まずユーザーインターフェースです。UI はですね、Qt と、PyQt で構築しています。で、じゃあどうやってデザインするのかというと、 QGIS をインストールするとQt デザイナーという GUI のアプリケーションがついてくるんですね。それを使うとマウスカチカチしていればですね、この UI のデザインというのが作れます。なのですごく効率よく UI デザインできるということです。またそれだけではボタンをクリックしても何も起きない状態なので、各ボタンとかに
Python と PyQt の API で動作を定義していくことになります。下のこのフローチャートみたいな、これ3段階ってことです。でそれが、より詳細にいくと、まず、Qt デザイナーで作られる Qt の、UI 定義は .ui ファイルという XML 形式のテキストファイルです。上のような、上の画像のようなのが出来上がります。で、PyQt はですね、その UI ファイルを直接読み込んで、その XML をパースして、GUI を構築できます。中央の 赤枠内ですね、これはファイルを直接読んでいることが分かります。また読み込んだ、これ self.ui という変数、クラス変数で、UI のオブジェクトを保持して、じゃあ Python コード上で例えば self.ui プッシュボタンっていうボタンがクリックされたら self.execution っていう関数を実行しますという、そんな、こういうふうに UI に動きをつけていきます。またですね、Qt の仕組みに沿って多言語対応も可能です。その場合は、Qt リンギストっていう、これは同梱されてないんですけれども、そんなソフトがあって、それを使って GUI 上で翻訳作業をします。GTFS Go では英語を基本語として日本語とフランス語に翻訳しているという形になります。なので、他の言語で、コントリビュートしたいという方は大歓迎でございます。また次です。技術的背景に GTFS のパースということで、 GTFS どうやって処理しているんですかって話なんですけれども、まあ、この図に尽きるんですが、まず入力は GTFS のさっきのファイル群 CSV テキストがたくさんあるよと、それを格納した ZIP ファイルとしますと。でそれをこう入力として与えて、まあ、それを Python で展開して Pandas のデータフレームに全部まずしておく、まずそれをしてインポートします。で例えば最初にの機能の一つ目である運行、停留所とルートの可視化でいうと、停留所データと経路データを出力したいって時に、それ必要なデータフレームをですね、こう、まあ、Pandas のマージを繰り返すわけですね、要はリレーションなので。そして例えばストップとルーツを組み合わせて停留所データを作るし、他のトリプスなんちゃらかんちゃら、この4つのテーブル使って経路のデータを作るということをしています。でここでそれで大変だったことなんですけども、さっきもちょっと話したことなんですけど、各テーブルの役割とテーブル間の関係の把握というのが大変でしたと。さっきの図を見れば、まあ、要はですね、何と何がリレーションしてて、そもそも ID をキーにどこかの値を持ってくればいいんだなっていうのはまあ予想がつくわけなんですけれども、じゃあどこのテーブルとこうジョインすればですね、必要なデータが得られるかっていうのは、よっぽど仕様を読まないとわからなかったわけです。テーブルが多すぎなので結構難しいところです。これは分かってしまえばというところなんですが、もう一つ難しいところとしては、 GTFS ではですね、多くの値がオプショナルであると。これはですね、各テーブルでこのカラムはあったりなかったりしますとか、いうことです。なんかこのカラムの値がヌルになるよとか、そういうことじゃなくて、カラムがあったりなかったりする、あともっと言うとですね、テーブルがあったりなかったりするということもあります。まあエンジニアの方だと多分オプショナルの値の取り扱いっていうのは、まあ、めんどくさいというのはなんとなく様相がつくと思うんですけども、要はデータがあるなしに応じた分岐をしないといけないということになります。例えばここに書いてありますけど、さっきのですね、ルートを表現するときに、ちゃんときれいなルートを走らすと表現するには Shapes っていうテーブルが必要なんですけれども、それは必須ではないというのが結構衝撃的なポイントとしてあります。ということで GTFS はそういう結構緩い規格なので、使うときは結構辛いことがありますということです。はい。3点目、運行頻度の集計です。ここが結構技術的にはミソなところなんですけれども、まず運行頻度を集計するときに、その前なんですけども、GTFS では、この画像左のような、これ道路がどこに走ってるか分かんないんであれなんですけれども、こう現実のバス停をイメージしていただくと、道路があってその両方に同じバス停の名前があるってことはままあると思うんですね。そういう明らかにペアで存在する停留所もですね、別々に定義します。これ自体は仕様としては間違ってないと思います。ただしそういう運行頻度を集計しようとするとですね、そういうのがバラバラに集計すると、うまくない、あんまり楽しくない結果になると。要はそういうのを一箇所に集約して、その集約した停留所間の運行頻度を集計したいという気持ちがあります。なので右のような状態にしたいわけです。これは停留所がたった2点だったら、まあ、そんなに影響ないんですけれども、例えば交差点とかだと停留所が4つとかになることもありますし、そういうのがバラバラになっていると集計がですね、それぞれ個別の数字が出てきて、欲しい数字にならないということになります。
はい、ごめんなさい。じゃあそういったですね、類似するテール上をグルーピングしてあげる必要があるということですね。じゃあ類似って何よって話がここからなんですけれども、類似するテール上 GTS の中ではこの3パターンに定義していますと。1個目は、同一の親テール上を持つテール上群、これは GTS の仕様にのっとるものなんですが、 GTS のテール上のデータは仕様上なんですけれども、ペアレントステーションという親テール上の情報を持つことができます。そういった情報があればそこの位置に集約します、はい、2点目、これはそんなに難しい話じゃないです。2点目は、ストップ ID、 これ ID ですね、識別値なんですけれども、そこに同一の窃盗時を持つ停留所群という2つ目のルールです。これはですね、各停留所ストップにここで、例として書いてるんですけど、ホゲアンダースコア1とかアンダースコア2、フガハイフン A、B みたいな慣例的にこういう名前の付け方をすることがあるので、こういったものに対応するために、同一の窃盗時を持つ停留所群という条件をつけています。これは区切り文字が分かってしまえばそんなに難しい処理ではないです。3点目がストップネームが一致していて、かつ地理的に近傍にある定理条文、これが1ページ前で紹介したようなパターンで、この小さい画像のパターンなんですが、道路を挟んで西5条13丁目というのが同じ近くにあるわけです。それをまとめたいというのが3点目になります。この場合、ストップ ID の時もそうなんですけれども、これどこに集約するかというと、優劣がないので、それら全停留所群の重心、地理的な重心に集約します。はい、じゃあ、A で実際にどういう処理かというとですね、一定距離内の同名停留所をグルーピングするという処理になります。なので、この左の図でいうと、こうまず青の円が一定距離内としますと。すると、この画面内に点が5つあって、パイコン会場前というのが4つあるわけです。ですけど、左上のパイコン会場前は遠いんで集約しないし、範囲内であっても、このビューフェス会場前って全然違う名前だから集約しない。なので、結果、この3点を重心に集約すると。こういう処理をする必要があります。はい、じゃあ、近傍判定処理、どうやってるかというとですね、同名の停留所というのは、全停留所を集めてもそんなに数がないので、まず同名の停留所を集めますと。でそれらの距離を比較します。例えばですね、全停留所間の距離を比較していくと停留所の2乗の計算量になるので、これは現実的ではないわけです。距離計算には経緯度の、これ難しいカタカナ書いてますけど、ユークリッド距離って要は一番シンプルな計算をしてますということです。経緯度平面として捉えるということをしてます。経緯度っていうと、統計とか整形とか、北緯何位とか、ああいう数字なんですが、あれは地球の位置を示すものであって、あれ地球は球体なので厳密な計算ではないんですね、距離計算では。なので実際にやっちゃいけないんですけども、今回はここの距離感が何メートルっていう厳密な距離は必要なくて、一定程度近いっていう条件が取れればいいので、今回のケースでは適切に式位置を設定さえすれば、この計算、このファジーな計算でも実際に問題ない結果が得られているということになります。またもう一つ、定理上のグルーピング後の集計処理と、定理上のグルーピングが完了しましたと、そこからが本番で、ここがその本番の話なんですけども、集計処理をどうしていくかって話なんですが、停留所の一覧、集約後の停留所の一覧が得られるわけですね。で、1レコードは停留所のその位置と、じゃあどんな路線を走ってて、じゃあその路線の何番目だっていう情報を持つとしますと、ここちょっと難しいんですけど説明が、この一覧表を加工してですね、出発地の停留所と次に行く停留所のペアっていうレコードの新たなテーブルを作りました。でこの時に集約した後のテーブルに対してそれをやるので、地理的にですね同じパスっていうのが出てくるわけです。集約してたら地理的に同じパスは同一のパスとして扱う、ただし方向は考慮する必要があるという、こういったことをして、パスを整理すると。でこのその整理したパスの一覧表を、そのパスの登場回数をカウントすれば、それがすなわち運行頻度になりますという、ちょっと難しい説明なんですけれども、これはコードを見ていただくしかないかもしれないです。はい、でここでですね、当初なんですが、コストが大きい集計処理、集計処理、計算対象のデータが多いので、 GTS が巨大大きくなってくると、規模の大きいバス事業者だとですね、これ分単位で処理時間がかかって、しまいましたと。かかってもできる処理はできるんで、それはそれでいいんですけど、ユーザーからしたらですね、早い方が越したことはないわけです。
なので Python のお作法や Python の定石に沿ったチューニングに改善しましたということで、ここはそんなに難しいことをしているわけではなくて、 Python のまあ定石に近いんですけれども、 for ループを避けましょうと。とにかく Python の for ループはまあ有名な話ですけど、結構時間がかかるということが言われています。なので、Pandas の仕組みを生かして表とか列とかに一発でこう処理をかけれる map や apply といったような、そういった関数を使うことで、逐次処理をまずやめましょうということをしました。また、そういった処理をするためにはですね、いい感じのテーブルの構造にしていかないとやりにくい、できないってことがあるので、そういった表構造に持っていくっていう、そのゴールに目指したテーブル構造にしていくってことも必要でした。またもう一点、こっちはそんなに大きい話ではないんですけれども、こうさっきのストップ ID とかを関数に渡すと値が返ってくるっていう、そんなインターフェースの関数があったとして、この関数の計算コストがちょっとあるとしますと、そういった時にその関数をメモ化しておくと早いですという、まあこれは当たり前のことかも分からないですけれども、これはPython の標準ライブラリーの LRU キャッシュを使っただけで随分改善してました。この2点が結構効果が大きかったですということになります。はい、ちょっとまとめの前に、じゃあちょっとせっかくなんでデモしますけど、ですね、はい、これが QGIS の画面になります。 QGIS はまあこういうソフトですという紹介もできるんですけれども、このようにですね、地図上に、いろんなデータを重ねられますよという、まあ、これが GIS です。で、GTFS Go でやってることは、このまず GTFS っていう CSV テキスト群を読み取って、このまず可視化できますということです。これ寄っていくとですね、こうやってバス停の位置とかが分かって、この現実の他の地図と重ね合わせて、こういうバスが配置してるのねということが見えるということです。こんな感じですね。こういう、これは北見なんですけど、北海道の北見市というところです。まあ、こういう、ズームとかこういうことができるのが GIS になってきます。またですね、さっき停留所の集約について話しましたけど、その実例がこの辺りにあると思うんですが、背景があると見にくいから、例えばですね、ちょっと Mac なんで文字がちっちゃくなってるんですけども、ここ、交差点でですね、飛んだ中なんか同じバス停が、名前のバス停が4つあるんですよ、はい、これを、さっきの処理をかけて、この中心に集約してますっていう、そうすることで、例えばこのバス停から西方向に出ているところが1本に集約できるので、実際の運行頻度が読み取れるということになります。こんな感じですね、はい、なので、まあ、こういうメインストリートのようなところが、この運行頻度集計によってメインストリートのようなところが太くて、郊外の方に行くと細いねっていうのが、まあ、一目できるわけです。これが GIS の、利点になります、見て分かるものが作れるということです。はい、でもこんなところにしまして、じゃあまとめですと、QGIS は Python と PyQt でプラグインを構築、開発する仕組みがあります。 GTFS Go、開発したものなんですけども、これを使えば GTFS を簡単に活用可視化分析できます。 GTFS データは Pandas で集計確保しています。 Pandas の作法を守って高速化ということで、とにかく何せよですね、どんなライブラリでもないですけど、ベストプラクティスというものがあるので、そこを守ることが一番、まあ、なんか難しいことをする前にまず、セオリーを学びましょうということを私は学びました。発表以上になります。ありがとうございました。発表ありがとうございました。スライドに質問が上がっているようですので、いくつか質問をさせていただきたいと思います。まず一つ目です。QGIS に、インストールされている Python やパッケージのバージョン管理はどうなっているでしょうか。バージョンが変わってプラグインが動かなくなるようなことはありますでしょうか、とのことです。はい、ですね、基本的に例えば、バージョンが 3.26 というのがあったとして、それを 3.20 とかにすると、依存関係が壊れることはありえます。ですけど基本的に前方の方向に行く分にはそんなに壊れることはないです。ただし、こういうなんていうんですかね、絶対に壊れちゃいけないんだっていう時はとにかく実行条件を具体的にして 3.26 の Windows で動きますとか、 OS 間でもですね、ライブラリーのインストール状況が違うので、かなり厳密にですね、固定する必要はあります。
ありがとうございます。では続いての質問に移らせていただきます。QGIS のプラグインのテストはどうされましたか？ QGIS と PyQt でテストするのが難しい印象がありますとのことです。はい、とてもいい質問でした。これ 私もですね、やりたいやりたいと言っても 2,3 年経ってしまったというかですね、結構難しくてですね、QGIS のテストっていうとですね、 QGIS の環境、その実行環境というのがかなり特殊でして、CI で構築できるようなレベルではなんかないんだなっていうことがなんかこの間試してて分かってて、 Docker のイメージがあって、それを使うとある程度の API まではテストを要は使えるんですけど、できるんですけど、かなり一部のモジュールがですね、それでもなんか依存が解決されてなくて、完璧なテストができていないという、多分これはできているところはいないのか、世界を見てもと思ってます。ただし一部とかで、テストを導入している例は世界を見るとあるので、全部にはない、できないにせよ、できる部分はあります。そんな感じになります。はい、ありがとうございます。続いては感想になります。停留所のグルーピングの条件、言語化されれば腑に落ちますね、なるほどなと思いますとのことです。ありがとうございます。この辺は実はですね、この運行頻度の開発というのは有識者の、サポート、この辺り GTS とかですね、長年携わっている方のサポートも受けていて、そういった意味でも適切な、条件の定義ができたのかなと思っております。ありがとうございます。続いても感想になります。GTFS Google マップで使われてるんですね、知りませんでしたとのことです。そうですね、Google が策定したので、マップスで使いたくて策定したのかなって、まあ分かんないですけど、はい、あと GTFS って日本だとバスっていうところに目が行きがちなんですけれども、公共交通機関全般なので、例えばフェリーのデータとかもあったりします。ありがとうございます。続いては質問になります。本日の資料をインターネット上に公開していますか？ありましたら URL 等を教えていただけると嬉しいですとのことです。はい、これはですね、おそらくコンパスかな、PyCon JP の中で資料公開しますかみたいな感じがあったって、必ず公開します。 URL をな、まあ、気になる方はぜひ私のツイッターをフォローしていただくと、はい、更新情報が得られると思います。はい、ありがとうございます。続いても質問になります。Python 等でシェープスファイルを作成する方法ってありますかとのことです。おそらくシェープファイルのことだと思います ね、ですね、あるんですが、純粋な Python では Python だけでは作ることはかなり難しいというか、結局シェープファイルはバイナリデータなので、適切なライブラリを使えばできる、簡単にできますってことになります。はい、ありがとうございます。そうしましたら、じゃ次の質問に、移らせていただきます。運行頻度の集計の同一の窃盗時は会社や地域によって異なるのでしょうかとのことです。これはですね、私は GTS 使ったことがないというところはあるんですけど、その有識者の方との意見交換で分かったことなんですけれども、GTS あれを人間が手打ちして作ってるわけじゃなくてですね、ソフトウェアがあるんですよね、作るソフトが。なんかそれで作るとああいう ID の付け方になるんだっていうのはその時に伺ったことがあります。なので使うソフトによるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ついても質問になります。QGIS のプラグインいつか作ってみたいと思っていました。初心者におすすめのプラグイン作りの始め方教えてくださいとのことです。あ、なるほどですね。ですね、かなり初心者には厳しい、まずプラグインの開発ってかなり明文化されてないところがかなりあってですね、まあ、とつきにくいというところがあるんですけれども、それでもですね、いくつか聞いたの記事とか私も書いたのもありますし、そういうの見ていただいて、作り方ですか、始め方、なんかやっぱり私も一番最初作ったやつってこんなあったら面白いなってところが、まあプラグインじゃないにせよ限定しないと思うんですけど、そういうところがあるので、地図で簡単にですね、グラフィカルな目で見て分かる結果が得られるスクリプトなりがプラグインで作れるので、やってみたいことをやるというのが一番分かりやすいと思います。ありがとうございます。続いての質問になります。北海道人ですが、例が帯広なのは何か理由があるんでしょうか。交通量や人口がちょうどいいとのことです。ですね、これはですね、まず
拓殖バスさんだったかな、オープンデータでかなり初期から出されていた事業者さんが帯広だった、帯広の事業者さんだったんで、私もそれをよく使うということです。あと私が北海道人ということもあります。なるほどですね、ありがとうございます。では続いての質問に、なります。今回の今日の話は、GTFS ファイル群から不可逆に変換する話、再度 GTFS データを書き出すことは考えていないだったでしょうかとのことです。はい、まず本日の話はおっしゃる通り不可逆に変換する話になります。というのも、GTFS データは正規化したデータベースなので、そこから必要なものを取り出す、必要な形で取り出すというのは、これは、一方向になるのかなと思います。またその GTFS 今ですね、要は逆にっていうのは、要は GTFS を QGIS とかで作りたいとか、そういうニーズの話だと思うんですけれども、そこは間違いなくあると思っていて、やりたいんですけれども、簡単ではないですねっていうことが思っているところですね。はい、やりたいです。ありがとうございます。では続いての質問になります。GTFS データは牛舎にも対応していると聞いたことがあるのですが、本当ですかとのことです。これはなんか誰が質問したのかな。牛舎、馬車とかだったらあった気がするんですけど、Google の、その使用書があるんですけど、その中で、そのどんなその乗り物のなんかフラグがあるんですよね、属性の一覧、その中に確か馬車があった気がするんですよね。なんか、はい、その馬車はあったはず、牛舎は知らないです。ありがとうございます。では続いての質問になります。GTFS Go を使ってよく遅れるバス路線を調べられそうでしょうか、運行データも GTFS 準拠で公開されているのでしょうかとのことです。これはですね、おそらく、GTFS Go は正しいダイヤで、事前に定義したダイヤ通りに、要は表示するので、遅れるっていうことがそもそも存在しないわけです、データ上に。でこういうことをしたいんであれば、GTS Go ではできないんですけど、その GTS リアルタイムを、うまいこと使わないとならないのかなと思います。ありがとうございます。続いての質問になります。GTFS は鉄道のデータもありますかとのことです。鉄道、こう例えばですね、札幌の市営地下鉄の GTS データというのが存在します。なので、鉄道にも対応できると思いますが、世間的には日本であんまり、見ないかなというところですね。ありがとうございます。時間的におそらくこれか次が最後の質問になります。GTFS Go は GTFS の時刻通りにシミュレーションをすることってできますかとのことです。ここの時刻通りのシミュレーションっていうのが、例えば、12時に出発して12時10分に着くっていう時に、12時5分にどこにいますかっていうことを意味してるんだとすると、技術的には可能だと思います。要は間を補完して、位置を特定する、位置を計算するということは可能だと思います。そこはやりたいことリストとして、GTS Go のですね、一周には私が自分で3ヶ月ぐらい前に登録して、まだ何も手をつけてない状態です。はい、ありがとうございます。では最後感想になります。おバズりすごいとのことです。おバズりすごいだそうです。垂直にスターが吹き上がっていたので、あの時はちょっと2日ぐらい眠れなかったですね。ドキドキして、はい、ありがとうございます。ではお時間になりましたので、井口さんのトークを終了といたします。発表ありがとうございました。参加者の方は大きな拍手をお願いいたします。